結局三度寝しちゃったわ。どうしよう急いで支度してスピン飛び出しバスに乗る間に合いそう。あらやだ気になるあいつだわ。最悪寝癖も気になるわ。会釈したけど来ないでね。恥ずかしすぎる青春ど真ん中花の十代毎日がむしゃらに生きてるんだな。夢は大きく華やかにでも今はお腹がぐー青春どずいぶん喋ったわ。過去じゃこんなことありえない。心の中確定した。